私は陰謀説を触れ回るような男ではない。まあ議論に値する陰謀に関しては別口だが、例えばこんなのはどうだ。スパイダーマンがラジオタワーの周りを飛び回ってるって情報が入った。初めはただの妨害工作かと思ったが、事態は極めて深刻だとこの私は気づいたわけだ。奴は市民を守るためだとか勘違いして我々の会話を盗聴しているんじゃないかとな。商談やクレジットカードの決済、寂しい出版ツアー中にする妻とのプライベートな電話。おっと、今のは決して私のことじゃないぞ。私はそんなことしないからな。私と妻との会話を録音したと思ってるやつ、断じてそれは私じゃないからな。全部隊へ。自動車事故で市民が閉じ込められている模様。ナッチタウンで事件発生。どうぞ。もうすぐ朝だ。そろそろリーさんが来る。その前に朝ごはんと。この時間ならリーさんもオフィスにいるはず。犬はどうなる？大丈夫よ。でもちゃんとリードをつけて。ピーター、研究ってやつは進んでるか？二人とも大丈夫？こいつは私が娘のとこに行くと思ってんだよ。それいいね。頼まれてもないし、その気もないさ。私はどこにも行かないよ。どうなるかなんてわかんねえだ。僕はどこにも行かない。約束する。ピーター、どうしたんだい？お邪魔してすみません。友達で記者のメリー・ジェーンが今輸入アートの記事である作品を取材していて、専門家の意見が欲しいんですけど。大学で専攻してましたよね。まさかあの知識が役に立つ日が来るとはな。見せてみなさい。なるほど。これをどこで？わかりません。何なんです？古い中国の仮面のレプリカだよ。久しぶりに見たな。ここにあるこのシンボルはデーモンだ。デーモン？子供の頃、父がこの仮面が出てくる怪談を聞かせてくれた。それはもう怖くてね。いいかピーター、この仮面は危険を呼び寄せるかもしれない。別の記事を書いた方がいい。彼女に危険が？さあ、わからない。だが念のためだ。ピーター、仮面のシンボルはデーモンって意味だって。あんなに怯えるリーさん初めて見た。記事にするのはやめとけってさ。それは無理。リーは何か隠したかったんじゃないの？いや、単に昔のことを思い出しただけじゃないかな。辛い子供時代だったらしいし。そうなんだ。デーモンか、覚えやすい。じゃあ原稿書く。またね。まあ今のところいい感じだよね。
博士との約束の時間まで暇だし、それまではスパイディ業に勤しもっかな。から聞いたけれど心配してたわよ。危ないことしてないわよね。ああ、MJ の調査のことを話したんだよ。大丈夫、MJ にも言っとく。もしかしてよりを戻したの？また連絡取り始めたんだ。リーさん怒ってないといいけど。心配してるのよ。あなたのことを気にかけてくれてるわ。あなたが一生懸命人助けをすることに感心してるみたい。若い頃の自分とあなたを重ねているのかも。あなたもこじだし頭もいいでしょ。リーさんっていい人だな。いいボス持ったね。その言葉伝えとく。じゃあね、ピーター。もしもし、ピーター、オクタビエス博士だ。ああ、博士。敵地ドール上等兵が試着に来てる。ああ、忘れてた。ああ、そうじゃなくて、すぐに行きます。最近遅刻してばかりじゃないか。どうしたんだ、しっかりしなさい。はあ、またか。時間忘れてた。事件発生？いや違うんだ。ただ強盗から娘を救ってくれたお礼が言いたくてな。あ、それいつの話？たった今さ。たくさんありすぎて覚えてないってとこか。125丁目とパウエルの劇場だよ。今娘から聞いたんだ。ああ、そうだった。どういたしまして、無事でよかった。そこにいた記憶はないけど、ちょっと様子を確かめに行こう。このミステリオのヘルメットから目のレンズ思いついたんだよな。金魚鉢さん、訴えてみたら。よし、劇場と犯罪現場発見。状況確認しなきゃ。まだ生きてる。とどめを刺すようなやつじゃないってことか。一安心だね。
いいところを見逃した。助かったよ、スパイダーマン。もう戻ってきたの？火事を見に行ったんじゃなかった？そう、今行くとこ、どっちだったっけ？さっきはあっちに行ったでしょ？南よ。どうも、Uターンしなきゃ。誰かが僕のふりしてる。またカメレオンの仕業か。尻尾掴んでやる。確かにこっちから煙の匂いがする。火災の跡だ。火はすぐに消えたみたいだな。戻ってきたの？さっきは火事から友達を救ってくれて本当にありがとう。もう無理かと思った。どういたしまして。みんなの無事を確かめたいんだけどさ、煙でぼーっとしちゃって。僕がどっち行ったか覚えてる？友達を解放してて、多分あっちへ戻ったはずよ。どうも、お友達によろしく。この偽物スパイダーマンは人助けをしてる。でもこんなの危険だよ、見つけなきゃ。非常階段を使ってる。ウェブシューターは真似できなかった。なあスパイディ、あの消火器はどうした？なるほど、消火器か。どこにあるんだろう。偽物は何か残してないかな。消火器使ったのか。どんな抑制剤が入ってるんだろう。ADP、 一般的だし追跡も楽勝。火炎抑制剤か。レンズを調整して薬品の痕跡をしっかり辿っていけばスパイダーマン2号を見つけられるはず。歩いて移動してる。ウェブもスーパーパワーもない。間違いなく自殺行為。よう、元気か？本当？ごめん。ちょっと失礼。あの男、喧嘩したみたいだ。何か知ってるかも。おい、まただよ。全部話しただろう。取引場所は屋上だ。嘘じゃねえ。だよね、そっか。じゃあおとなしくしててね。間に合ってくれよ。僕のそっくりさん結構やるじゃん。お前どこでトレーニングしたんだ。うわ、あざになりそう。気絶してるけど生きてる。ドラッグは置いてってる。やり方はまともじゃないけど正しいことをしようとしてる。あとは警察に任せよう。偽物スパイディは別の階段から降りたはず。言ったろ、降参だ。あれだ、人気者だな。僕がだけど、なんか変な気分。お安い御用ですよ。では失礼。また事件発生です。僕はあんな口調じゃないぞ。全然あんなんじゃない。話してやれ。へえ、そうかい。てめえの首取ったらフィスク様からでかいご褒美もらえるな。ああ、待ちたまえ。僕はスパイダーマンじゃないんだよ。死ねばそうじゃなくなるな。弱い者いじめ反対。やってるわけないって思ってるぜ。二人ともやれ。さあ早く逃げて。本物のスパイダーマンとタッグ組むチャンスだぞ。やだね。
腕は悪くない。空手の黒帯で力道場で教えてるんだ。君の偉大さをみんなに伝えたくて。こんな格好してたら僕の敵が寄ってくるだろう。しかもたくさんいるんだぞ。見て、また来たよ。銃を持ってない奴は任せたよ。なら、フィーストってシェルターがあるんだ。そこで護身の無料レッスンやったら絶対喜ばれるよ。いいね。だね、あざならあるよ。ねえ、立派な行いだけど、こんなことしてたらいつか死ぬよ。ああ、そうかもな。大丈夫、スーツはクローゼットの中。スパイダーマンも卒業。それがいい。それに、正しい行いにコスチュームはいらない。それいいセリフだね。覚えとくよ。強面の連中がフィスクの建設現場をうろついてた。別にいいよね。Over here. どうも。元気そう。私は真実の男だ。